ごきげんよう。ガラクタやオルドです。今回も仮面ライダーセイバー第19話感想をツイッターから拾ってきました。えー、今日の仮面ライダーセイバー。タッセルガが3に目視録復活には本と聖剣が必要。聖剣はあと3本。叫ぶレジエル。高校生、王様。なんかジオジオしてきたジオ。裸足の王様メギド。最初に世界をつないだ女性。 オガミさんはいい人。オガミさんいなかったらやばかったな。リーダーの素質あるオガミ。車版スカイウォールの壁。夢ゼロゼロしてきたゼロ平成と令和が混じった混沌としたメギド。サボる有利。本を持って変身する有利。吸収される本。あの本の表紙のヒーローが最高の最強フォーム。 ドラゴンワーサー、まだ出てくれん。甘い甘すぎるシャドウで見守る有利。ドラゴニックナイトを圧倒する大神事さん。次回、レントデザストが手を組むデデデメギド。2作連続でこの時期にやめてください。中の人が平成ライダー履修してるおかげで打ち合わもめしてても冷静。 説明ベタバーサス説明聞くの下手という地獄の対決。大人組が久しぶりに大人やってて安心した。まさにご都合主義。事情を知った上でこれだからめんどくさい。あと3本発売を控えてるんですね。えー、正しくはあと2本です。 えここね、白くなってるやつのうちの一本は無名権虚無なんで、すでにもうプレ版で発売してるんですよね。王様っていうなら黙ってられない二人がいる。この仲間でいつまで続くんだよ。大真司さん、不器用かよと思っただろうが、彼はそもそもコミュニケーション苦手なんだよね。 2話のセイバーの現状を仲間割れ5番勝負とか言うのやめろよ。剣豪剣豪、あ、政権剣豪7番勝負だろう。2話使って1人ずつかと思ったら1人1話ずつなんでね、5番勝負の反省出てる。一般人が巻き込まれることで戦う理由が明確になったり、有利が世界観の説明をしてくれたりと、番組の最初にやるべき展開や作業がここに来て充実してきた。 ただ、剣士だから剣を交えることで分かり合うっていうのは理解できるが、ちゃんと人の話は聞くべきだぞって毎回思う。政権が多すぎてキャラがペラペラになるから、仮面ライダーの尺では無理があるだろう。稼ぎたいという下心がやばい。セイバーは仲間で5番勝負。早く畳んでください。 え、六段が平成。え、これ騒動ですね。騒動の六段が平成になってます。騒動も平成に呪われてしまったようだ。己ディケイドー仮面ライダーセイバーの食感で侍戦隊神剣者の武器を出すという、何を言ってるのかわからない。騒動が堂々と平成33年表記は草。 というわけで、今回も仮面ライダーセイバーの番組の感想を言ってきたんですけど、なんか騒動の方が面白いことになってて、なんかね、騒動まで平成ハラスメント始めたかっていう感じですかね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。